やあ兄弟、よく来たな。ゆっくりしていってくれ。ああ緊張する。スカイリム全体が私たち二人を見つめているみたい。あいつは部下でね、きっとお眼鏡にかなうと思うよ。ありがとうございます。ではこれを見て。またケナシ族が食べ物を探しに来たのか。おお。まあまあ、ビットリアはまさに三千と輝いているわ。ああ、嫌とは言えないな。では、これにしよう。そうそう。エルスウェアの暖かい砂漠への思いがふんだんに使われている。ジェイザル語はここで。なんだ？おいしそうね。夕飯時までいない方が身のためよ。すみません、変なこと言ってごめんなさい。どうぞ続けてくれれば。気にしないで。かつてストロー瀬向かい、あの島の海が映した春の夕暮れみたいに澄んだ女がいたっけな。おはようございます。うわ、誰だ。少しもプライバシーはないのか。さっさと出て行け。すみません、ブレラスです。本日は帝国一のシェフと食事の用意ができるなんて身に余る光栄です。それはそんなことは頼んでないぞ。どんな細かい仕事でもやります。決まっているでしょ。しかしジェイザル語にはわからない。え、何を言ってるのかさっぱりわからないわ。もうたくさんだ、出て行ってくれ。そんな。おい。お願いです。今ほんの冗談のつもりだったんだ。悪かった、何でも言う通りにする。ああよかった。じゃあ決まりね。準備が終わったら向こうで会いましょう。じゃあね。一体何なんだ。聖なる夜はこれで決まり。メコキッチンクリスマススペシャル。ちょっとぼやっとしてないで。ああではさあ真っ二つにしてやる。完熟野菜に果物。こんなの楽勝だ。スイートロール。家庭の味。スープベースは沸かしてあります。まずはどの材料を入れますか。全部さ。まあ結局は何もかも混ぜ合わせればめでたくなるじゃないか。あらそう、笑わせないで。なんだって。いいえ何も。次は何を。もちろん最高級のスクーマ、デスベルの花、銀のインゴット、傷のないルビーをそれぞれ一つずつ。警告はしましたからね。では待っていいよ。次はどうします。そう、何でもいいからそこに置いて急いでちょうだい。ああほうか、とても美味しいですよね。でカリカリに焼き上げてしまうんだ。いつもと同じようにトマト、シャウラスの卵。その毛皮ではお料理に毛が入ったりしませんか。そういう風には考えなかったな。信じられない。おっと、黒焦げにしてしまったよ。何してるの。まあいい、忘れよな。こら触るな。これは失礼。あなたの一番有名なレシピですものね。いかに。特別な調味料としてムーンシュガーだよ、香料さ。なんて色彩でしょう。何か匂うな。一体何だと思います。なんというか死体。なあそうとも、ルイルイたる屍だよ。やめて。あれはどうやったの。ん、おなんてこと。早く何とかして。こんなことありえん。ほらどうする。さあどうするのさ。誰か危ない。
予想外の展開でしょ。一体これは。ほら、どうってことなかっただろ。ともかくジェイザルゴはお前が無事と分かって嬉しい。ええ、さあ結果はどうだい。おお、上出来だ。そんなバカな。食べてみるとこの寒い国で故郷を思い出せるし。結婚おめでとう。二人の門出を祝福するよ。どうですか。味はひどいの一言だ。ではひとまずお別れだ。また会おう。またね。大丈夫ですか。